今回紹介する作品はこちら、ホームカミングスのサムハウサムウェアです。ホームカミングスなんですけども、京都在住のバンドでございまして、あの男の子1人、そして女の子3人、もう若干ハレム状態のね、このバンドなんですけども、あの結成1年でなんとフジロックフェスティバルの2013に出場し話題となってるんですよ。そして今回ですね、2014年3月に発売した EP のこの2曲を含んだ、これさらにアレンジしましてですね、さらに8曲新曲をプラスして、でも珠玉の10曲、いろんなアイデアが詰まったもう最高の10曲が入ってるアルバムができたということなんですよ。ホームカミングスなんですけれどもね、すごい活躍がね、もう侮っちゃいけませんよ、すごい活躍しております。もうここに書いてあるんですけどね、あのね、フジロックフェスティバルもちろん出てます、そしてボロフェスタ、こちらにも出演、そして海外アーティストとの共演、自主企画のイベントの開催、フルアルバム1枚のほか EP のリリース、スプリット EP、 コラボシングルなどなど、もう非常に精力的に活動してますんで、皆さんぜひともね、もう彼らの飛躍的なこの進歩に注目してほしいなと思います。でホームカミングス聞かせていただきましたけれどもね、まあ、名前から分かる通りホームカミングス、まあ、家路みたいなことだと思うんですけども、本当に聞いただけでもう懐かしいし、なんだろう、キュンとくるし、もう音自体になんだろうな、もう懐かしの風景だったり、その優しさだったり、いろんなこのなんか心ギュッとつかまれる、ね、要素がねふんだんに盛り込まれてるんですよ。これ何なのかといろいろ考えたんですけど、やっぱりボーカルのこのね、あの英語の歌結構多いんですけどね、ほぼほぼ英語の歌かな、その歌の英語のなんだろう、カタカナ読み感ね、これ悪口じゃないですよこれ本当になんか女の子が一生懸命この英語の歌を歌ってるって感じが、もうそれだけでも僕の心が燃えてしまうというか、同じクラスの子があの口ずさんでる英語の歌を口ずさんでるみたいな、あの懐かしい感じがあるんですよ。ぜひとも聞いたらもう一発で虜になること間違いなしです。というわけでここまで聞いたらやっぱホームカミングスのライブが気になるということでございます。1月からですね、ゴーストワールドツアーというものが開催されます。そして前半戦はなんと対バンも含まれているということなんでね、ちょっと誰と対バンするんだろうっていうのはちょっとワクワクして楽しみなんですけれども、詳しくはホームページの方ぜひともチェックしてみてください。休日の朝に聞きたいような声が澄んでいて素晴らしい曲でした。日本人の英語なので聞き取りやすかったです。あと綺麗な歌声なのですんなり耳に入ってきました。